今回は、この頃に起きた、ホッケ一揆や天文ホッケの乱のお話をいたします。ホッケと言いますと、みんな大好き、居酒屋でも大人気のホッケ、ではなく、ホケ教という仏教の経典です。これらの乱は、ホッケ宗の信者が関係したため、このように言われるのでしょう。ホッケ宗は、ホケ教こそ釈迦の真の教えで、南無妙法蓮華経と題目を唱えることで、仏になれると説いたようです。ここで注目したいのがホケ教こその、こそ、です。この、こそ、があるため、ホケ教以外はすべて邪教となり、他宗の信者に攻撃的だったようです。そして、このホッケ宗と派手に対立したのが、一向宗、本願寺教団、でした。一向宗は、一向、ひたすら、に南無阿弥陀仏と唱えることで、極楽浄土に行けると説いたようです。ここで注目したいのは、一向、ひたすら、です。両派が激しく対立する理由がここにあったと思われます。信仰心が強い人ほど、それを否定されることは許し難いはずです。そして、この敵対心を利用する政治勢力が現れ、これらの乱が起きたようです。これらの乱の被害は、応仁の乱以上だったと言いますから、とんでもない大乱でした。この大乱の影響は今でも残っていて、日本三大祭りの一つ、祇園祭りにおける最大の見せ場、山鉾巡行において、先頭を行く薙刀鉾に飾られる長刀は、この乱の戦利品です。では、祇園祭りにすら影響を与えた大乱とはどのようなものだったのか、その経緯を見ていきましょう。この頃は、細川隆国が、坂井久保と呼ばれる足利義綱方に敗れて、亡くなった後の頃です。京都に将軍はおらず、近江の足利義晴と、堺の足利義綱が、兄弟で対立していました。前回、説明が抜けたのですが、坂井久保と言われた足利義綱は、足利義晴の兄弟です。二人は共に、第11代将軍、足利義澄の子でしたが、不安定な情勢だったためか、足利義晴は播磨の赤松義村の元に送られ、義綱は阿波の細川住元の元に送られ、それぞれ、その庇護の元で成長しました。そのため、二人の兄弟は、別々の地で育ち、争うようになったようです。そして、この頃は、細川隆国を討った、足利義綱方が優勢な状況でした。ですが、この足利義綱方で内部闘争が始まりました。足利義春方と和睦しよう。何を言われまする。何のためにこれまで戦ってきたのですか。和睦などありえませぬ。我らも和睦には反対いたしまする。それがしは春本様にお味方いたしまする。坂井久保方は和睦賛成派と反対派に分裂した。木沢長政はもともと我が臣下だったにもかかわらず、我が意に逆らうとは許せぬ。木沢長政の飯盛山城を攻撃せよ。畠山義高は木沢長政の飯盛山城を攻めた。義春様、助けて。木沢長政は細川晴元に助けを求めた。一向宗の力を借りるか。なんと一向宗は一向一揆を起こし、我ら政府に逆らう反政府勢力ですぞ。やむを得ぬ。そうでもせねば、木沢長政らを救えぬ。むむむ。一向宗の宗主、少女殿に使いを出せ。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。細川晴元殿より協力依頼が来た。南無阿弥陀仏。今こそ我らの力を示すのだ。南無阿弥陀仏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 。一向一揆勢は、飯盛山城を囲む、畠山義高の軍に襲いかかった。大事にござりまする。
一向一揆勢が攻めてきました。何して数は？その数およそ3万とも。なんと我らよりはるかに多い。されど一向衆は戦の素人、なんとかできるのか。それが南無阿弥陀仏なる題目を唱えて進軍し、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、倒しても倒しても向かってくるゆえ、我らの方が恐怖に怯える始末です。なんたることじゃ。畠山義隆は敗れ自刃した。そして共に飯盛山城を囲んでいた三好元長は堺へと逃れた。次は逃げた三好元長じゃ。一向一揆勢は逃げた三好元長を堺まで追って包囲した。もはやこれまで。三好元長は足利義綱を逃がし自害して果てた。堺久保と言われた足利義綱政権は一向一揆勢に粉砕されました。勢いづいた一向一揆勢は大和にも侵攻し、興福寺や春日神社などを放火して回り、大和、奈良がすっかり焦土となったと言われます。この一向一揆勢の暴走に京都の法華宗が武装蜂起しました。冒頭で述べさせていただいたように、法華宗と一向右宗は犬猿の仲でしたから、暴走する一向右宗に備えるのは法華宗としては当然のことだったのでしょう。この法華宗に目をつけたのが細川晴元でした。まさか一向宗がこれほど暴走するとは。今度は法華宗の力を借りよう。細川晴元は法華宗と手を結び一向一揆に対抗しました。我らを裏切り法華宗と結ぶなど許せぬ。そして細川晴元方の柳本高春が法華一揆と組んで京都の東山三麓と山崎周辺で一向一揆勢に勝利しました。さらに細川晴元方は山科本願寺を包囲して総攻撃をかけました。まるで城のようだと言われた山科本願寺の豪舎は跡形もなく焼き尽くされ、全てが灰になりました。少女は大阪の石山御坊へと移りました。これで平穏が訪れるかとも思われたのですが、さらに大きな騒乱が起きてしまいます。そのお話は次回にて。